タスタテシナスノーリゾートは、長野県千野市の北八ヶ岳連峰の北横岳の西側に面したスキー場である。スノーボードは全面滑走可能。タテシナ高原の中心的な位置にあり、最高地点2240メートルという日本でも屈指の標高にある北八ヶ岳リゾートの運営するスキー場である。ゲレンデからは、正面に乗り倉だけをはじめとした北アルプス。 オンタケ山をはじめとした中央アルプス、イリカサ山をはじめとした南アルプスを見ることができ、背後には北、横岳や立品山を見ることができる。ゲレンデは山麓エリアと山頂エリアと分かれており、山麓側では2本のリフット沿いのコースが中心となる。山頂に行くには、長さ2147メートル、100人乗りの北、八ヶ岳ロープウェイを利用する。 このロープウェイを使って、効率的に山頂から山麓までの 4km に及ぶロング滑走が可能となるが、山頂方面のみを滑走するためのリフトはない。上部のコースは林間コースとなっており、コース幅はあまり広くはないが、標高の高さが生み出す樹氷林を見ながら滑走することがきる。このスキー場は北横岳登山のベースともなっており、 ロープウェイにはスノーシューを使った雪山登山目的の利用者もいる。ありがとうございます。